よし、俺準備 OK。 みんなは？俺、まだ眠いな。痛いってノクト。よーしゃ、死ねえぞ。チレジに乗りすぎんなよ。お前もな。ノクト、こっち。ありがとうな。なんとか。お疲れ様。お前は大丈夫か。うん、みんなのおかげでね。ほら、おい、で滑った。ふっ、あ、よし、ふっ、はっ、はっ、勝利を失って。油断したな。ブラッド、見えてる。ちょっと、ナイスブロッド。任せて。珍しそうなものありそう。はえよ、入ったばっかだろ。そう簡単には見つかりっこねえだろ。あれ、初めに探せば。はあ、あれ、ナクト、これ。ありがとうな。しっかり敵を見極めて、もっと気を。はいはい、やってやめ。ほら、てて、あぶね。頼んだ、ブロッド。ブロッド、見えてる。危なかったんじゃないか。ちょっと、ね、スイ、やられてねえし。本当かよ。みんな、お疲れ。行こうぜ。おう。すごい。油断禁物ってね。これ使って、プロット、急め。こっちにもモンスターいるじゃん。よし、戦ってこい。てや、いや、これだけ行くとかないでしょ。大丈夫。ああ、なんとか。
気持ちいい。油断はするな。よし、出るか。了解。みんなオルティシアに行くんだよね。そのつもり。いいな。観光ってわけじゃねえよ。あ、そうだよね。イリス、どうかした？ううん、いいな、なんてごめんね。みんなといたらなんか楽しくって。はあ、カイムに着いちゃうの寂しい。何言ってんだ。いつでも遊びに行くよね。そろそろ休憩しねえか。どうして？運転手に疲れられても困るだろう。なるほどな。何かあったら大変だもんね。ああ、妹思いの兄だな。狭かったな。それは悪うございました。冗談だろ、むくれんだ。兄さんが大きすぎなんでしょ。じゃ、出発しよう。うん。塩だ。海が近いようだな。ふわ、きれい。いい場所だな。うわ、景色最高だな。あー、このまま眠れそうだ。寝るのかい。橋が見える。おお、立派なもんだ。この辺りは川の規模も大きいからな。橋から川も見えるかな。ねえ、あれ一緒に見ない？なんで？
ご飯係いつもイグニスなの？ああ、兄さん手伝わないの？お、おノクトは？ああ、たまに。たまに？な、俺は手伝ってるよ、皿を出すとか。大変だね。着いたか？うん、ここイグニス、お疲れ様。あ、タルコット元気だといいな。着いたかな？どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。お、東大だな。お、登ってみます？風は強そうだが。な、よ。来たね。車の音がしたから迎えに来たよ。一緒に旅ができて楽しかった。船は？じいじが整備してるよ。ただちょっと時間かかりそうでね。何か問題が？思ったより傷んでる。部品交換での修理がいるかな。修理か。まあしばらくジェイジが泊まり込んで直すってさ。で、船の部品なんだけど、いろいろ調達するの頼まれてくれる？もちろん、構わない。言ってもね、オートのダスティンとモニカ、あの二人も調達を手伝ってくれて、もうだいぶ揃っては来てるんだ。さすがは元警護隊か。そんな二人が苦戦してるのがミスリルって珍しい鉱石、この辺じゃ取れないらしいんだ。あのオートから来た子が教えてくれて。タルコット？そうそう、オートの子は賢いんだね。まあ詳しいことは彼に聞いてみて。ああ、分かった。ジージは船着き場にいるよ。で、悪いね。私は工場があってさ、自分の荷物取ったらこれで帰るつもり。ノクティス様、ここ僕たちの家なんです。こっちへどうぞ。
シドニーさんから聞きましたか？船の修理にはミスリルっていう鉱石が必要です。滝の洞窟の北に行くと湖があって、そこの古代遺跡の中で取れるっておじいちゃんの手帳にありました。おじいちゃんの手帳、いろんな場所のいろんなことが書いてありました。タルコットが言ってた湖は多分ベスペル湖のことなんだけど、モニカたちが調べてみたら湖に続く道を帝国が封鎖してたって。行くならちゃんと準備してね。もう出発しても大丈夫？今日はここまでだな。柔らかいベッドで寝れる。タイミングバッチリだぜ。へえ、俺の技かっこいい。ワープできるとか反則だよね。タルコットだ。おじいちゃんを信じてください。絶対ミスリルは取れると思います。タルコットが言ってた湖は多分ベスペル湖の。行くならちゃんと準備してね。もう出発しても。エリス、ちょっと外してくれねえか。え、うん、じゃあ中にいるから。船の手伝いはお前らだけでやれんだろ。あ、何それ。ちょっと出かけてこようと思ってる。わかったよ。どうせもう決めてたんだろ。話が早くて助かるぜ。じゃあまたな。